よっしゃ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 、やはりあい。シミ天理大目あるためシミです。さあ春の野池、皆さん楽しんでますか？俺もね、もう野池は大好きなんでまた行ってきたんですけども、そしてね、またしてもとあるルアーでバスが釣れたんですよ。しかもいいサイズがね。これを見た方はもうね、多分欲しくなっちゃうと思うんですよね、そのルアーが。俺自身も自信を持って皆さんに紹介できる、そんなルアーでバス釣れたので、動画後半でまたルアー紹介します。まずは釣りしてる様子をご覧ください。では野池、いってらっしゃい。さてと、3時14分やっていこう。はい、 PD のアンモ 5.5、 先っちょちょっとカット式、これが釣れちゃうんだよね。なんでね、フラグはきついかなっていう感じするけどね。なのでピーアンモ、割と何もないとこなんですよ。なのでこれ岸際、部屋についてんじゃねえかなって思ってんだけどね。絶対岸際ついてるでしょ。ちょっと姿勢崩した瞬間とかがチャンスポイントだね。逆に言うとただ巻きで食ってくるな、なかなかね、細ねえから。やっぱり困ったら ISワスプでしょ。今俺はすごく困ってる。魚が釣れなくて困っている、そういう時はISワスプを早巻きすればいい。これマジ釣れっからね。
PS はスプーン。よっしゃよっしゃよっしゃ、やはり IS はスプーン出たよ。おおほほほほほほ、やばいっすね。やべやべ、バレる、バレちまうぜ。どうすればいい。この一本がかり、一本がかりの IS ワスプ早巻き、やったね。ありがとう君ね、空気読める男だね。やったぜ。こういう日に限ってね、あれなんですよ、これね、こういう時ってね、大体メジャーバスなんですよ。なんてばかりで412ぐらい、一応こうやっとこうか、一応測る、一応測りますか。ふい、イエーイ、やばいっしょー、やばいっす、あざっす。はい、いかがだったでしょうか。またしてもこれ、ま、これなんですよ、 IS ワスプ50。もうね、皆さんいよいよ欲しくなってきたんじゃないですか。アユカラーなんですけども、やっぱねこれちょうどいいんですよ。レンジがポイントとしては晴天でもうほぼほぼ無風みたいな感じで、なので最初はねワームじゃないときついかなと思ったんですけど、バス見つけたんで予想通りちょっとしたねシェードに隠れてて、まあ日陰だったらルアーでも騙せるかなっていうことで、やってみたら見事いいバスが釣れちゃったっていう感じなんですけども、ノイケシェード IS バスプ、この組み合わせがいいんじゃないでしょうか。ぜひね、もう中古でしか売ってないんで、中古屋さん巡ってみて IS ワスプ50あったら即バヒトでお願いします。ということで今回は春の野池長考でした。またね。よっしゃ、食ったぞ。一本がかりの IS ワスプ早巻き、